どうも、冗談英会話のりゅうです。この動画では英語のテスト TOEIC のパート2の練習問題を3問やっていただきます。練習問題をやっていただいた後に解説もしますので、よかったら見ていってください。では早速練習問題に入っていきましょう。 Number 1. Can I have your mobile number? A. We change the code. B. Sure.Do you have a paper? C. You should get the new cell phone. Number 2. Is this voucher still valid? A. Yes, she flew to Bali. B. At the supermarket. C. Sorry, it's expired. Number 3.Would you like to grab dinner with us this weekend? A. Yes, I watched it on TV. B. I didn't like it. C. I'm afraid I already have a plan. はい、いかがでしたでしょうか ?3 問やっていただきましたが、何問正解か確認していただきたいと思います。あのね、テクニック的なところ、TOEIC を解くためのテクニック的なところもお伝えできればなと思っておりますので、行きましょう。では、問題1は何て言っていたのか。Can I have your mobile number? と言っていました。意味を先に言ってしまうと、あなたの電話番号を聞いてもいいですか?みたいな意味ですよね。はい。で、このね、have って持っているっていう意味ですが、ね、Can I have? っていうことによって、持つことができますかって聞くこともできるんですね。はい。なんで、あなたの携帯番号を持つことができますか、つまり、聞いてもいいですかっていうことですよね。ね、有名なフレーズで、May I have your name? っていうのがあります。これも、May I も、何々してもいいですかってすごい丁寧な言い方なんですけども、まあ、許可を尋ねるフレーズなので、あなたのお名前をお伺いしてもよろしいですか?みたいな感じでね。ね、ここでもハブ使われてますよね。ハブっていろんな使い方があります。まあまあ、とりあえず、Can I have your mobile number? は、携帯番号を聞いてもいいですかっていう意味です。それに対して、適切な選択肢はどれなのか見ていきましょう。A. We change the code. これは、実は、TOEIC がよくやる引っ掛けのパターンで、A は正解ではないんですね。どういう引っ掛けかっていうと、Number と Code で、ちょっと、連想しやすいというか、あ、さっきナンバーって言ってたし、コード、ちょっと関係ありそうやな。A が正解ちゃうかなっていう人を引っ掛けたいんですよね、トーイックは。なので、連想しやすい単語が、選択肢に入っていれば、これはもう間違いだと思っていただくのは、まあ、テクニックとしてはありなんじゃないかなと思います。これがね、結構、英語がわからなくても解けちゃう、トーイックのテクニックです。次 B 行きましょう。Sure, do you have a paper? と言ってます。Sure, もちろんいいよっていう感じですね。で、do you have a paper? あなたは紙を持っていますか?はい、これが実は正解なんですね。もちろんいいよ。で、ちょっと教えるために、電話番号をメモしてもらうために、紙を持ってますか?と聞いているんですね。はい。だから、わかりました。番号を言いますねとか、こういうストレートな答えだけが答えなんじゃなくて、紙持ってますかみたいな、こう、ちょっと変化球的な答えも TOEIC ではあるよっていうことを覚えていただければ、いい点取れるんじゃないかなと思います。次 C、You should get the new cell phone。これは、あなたは、新しい携帯を手に入れるべきですと言っていますが、これも変な返答になってしまいますよね。モバイルナンバーとセルフォンは安易に連想してしまいますので、さっき言ったテクニック的に言うと、もう C は選ぶべきではないですよね。なんで、答えではないと。答えは B でした。次行きましょう。ナンバー2はどんな問題だったかというと、Is this voucher still valid? と言っていました。これね、難しい単語が2つ入っていますよね。voucher っていうのは商品券っていう意味です。そして valid、これは、いろんな意味がありますが、ね、もっともらしいとか、正当なって意味がありますが、この文章では、期限が切れていない、有効なという意味があります。なので、全文を訳すと、この商品券はまだ有効ですか?
と聞いているわけですね。期限切れてませんかと聞いているわけですね。Still はまだっていう意味があります。A. Yes, see who to Bali. これも TOEIC よくよくやる引っ掛けのパターンですね。問題文で Valid って入ってましたよね。これに似ている発音である単語 Bali を入れることによって、まだまだ英語があんまり得意じゃない人を、あ、同じ単語言ってたからおそらくこれが、適切な応答だろうと思わせて引っ掛けようとしているわけです。その TOEIC の引っ掛けのパターンを知っておくことによってね、引っかからないと思いますので、そういった戦い方もありなんじゃないかなと思います。はい、まあ、とりあえず問題文に出てきた同じ発音、似ている発音の単語は選ばないでおく、わからなかったらっていうのは鉄則だと思います。次、 B at the supermarket、ちょっとね意味わかんないですよね。商品券はまだ有効ですかって聞かれているのにスーパーマーケットでって答えてしまうのはまあおかしいので B も違うと。で C、 Sorry, it's expired。 はい、ごめんなさい、それは期限が切れていますという意味です。 expire で期限が切れるっていう意味なんですがね、it is B 動詞プラス expire の過去分詞である、expired が使われています。なのでそれは期限が切れたっていうね、受け身になってるわけですよね。なので、ちゃんと訳すとそれは期限が切れていますということなので、C が最もな、音でございました。次行きましょう。 No.3 は Would you like to grab dinner with us this weekend? と言ってみました。ね、この Would you like to、 これね TOEIC だけじゃなくて実際に英語を話したい人にもぜひ覚えていただきたいフレーズになっております。 Would you like to で何々したいですか、何々しませんか的な、ことを聞くことができます。で Would you like to grab dinner、 この grab っていうのもキーですね。 grab って掴むっていう意味で覚えてらっしゃる方多いんじゃないかなと思いますが、ネイティブは実はこの grab を食べ物を食べるときに使います。例えばこのGrab dinner で、夜ご飯を食べる、Grab some beer でビールを飲みに行く、ビールを飲むっていう意味があります。なんで Grab の後に食べ物を表す名詞を置くことによってその食べ物を食べる、食べに行くっていうことを表すことができます。はい、で With us、 私たちと一緒に This weekend、 今週末ですね。はい、で音を、適切な音を探していきましょう。 Yes, I watched it on TV、私はそれをテレビで見ました。違いますよね。 B, I didn't like it、 私はそれが好きじゃありませんでした、これもね、同じ単語が使われてますよね。問題文と like と like なんで、まあ、テクニック的に言うと間違いですし、私はそれが好きじゃありませんでした意味的にも違うので B も間違いと。で最後 C, I'm afraidI already have a plan、 ね、この I'm afraid っていうのは日本語で言う申し訳ございませんがとか、申し訳ないけどごめんやけどみたいな意味です。で申し訳ございませんがの後に I already have a plan、 私はすでにプランを持っています、予定があります、だから行けませんってこう断ってるわけですよね。なので C が正解になります。はい、いかがでしたでしょうか。3問中何問正解しましたか。こんな感じで TOEIC のリスニングの練習問題をやったり、英語のフレーズの解説をやったり、効率のいい英語勉強方法の解説とかもしております。今英語の勉強を頑張っているんだ、今からちょっと英語頑張ってみようかなっていう方にはもってこいのチャンネルだと思いますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。では See you